はい、お疲れ様です。お疲れ様です。BIC 高校でございます。はい。はい、緊急的に動画を回しております。ガチの緊急でございます。なんで、緊急動画なんでテロップとかちょっと少ないですが、なんでカメラを急に回してるかっていうと、サムネでいう会社の前で、目の前で事故みたいな、惨劇みたいなサムネで出した、まあ、いわゆるうちに依頼してくれたお客さんが、車が出来上がったんで、うちの台車を乗って取りに来てもらう。もう直前、会社のほぼ出て左、会社を背にして左50メートルぐらいのところで、細い路地、左側からトラックがバックで出てきて、まあ、衝突してしまったという事故。僕はあの動画で修理の動画を出すけども、過失の話は、まあ、お互いの話だし、伏せますっていう話したんですけど、ごめんなさい、気が変わりました。出します。なぜ出すかというと、もうご察しの方いると思いますが、すでに揉めてます。ちなみに事故発生から4日ぐらい経ってる今。4日目ぐらいかな。そうですね。週末事故を起こして、休み3連休かな。土日月経って火曜日って感じですね、今日。だから、事故してから4日5日目ぐらいでカメラ回してる状況なんですが、事故した次の日やったかなに保険会社から連絡がありました。相手の保険会社さんから連絡があった。で、まずこれだけ言っとかないとあかんなと思う。最初に大事なことなんだけど、大手4社やったらありえない対応なんですよ、これ。だからこれ大手4社やったら、僕多分こんなことにならないし、出す必要ないなっていうので、あの動画で、そういう意味で、よっぽどのことがない限り出さない、多分過失に関しての動画は、もうやめときますっていう話をしてるんだが、コメントで鋭い人いましたね。一人正解の人がいましたね。相手がトラックである場合、トラキョウが出てきて、82から始まって、わけのわからん話される場合がありますよ。僕も経験がありました。やったかな。なんかそんな感じのコメントいただいてて、その方正解です。まさにトラキョウが出てきて、82ではございません。もっとひどい。73ですって言われました。速攻ですかうん。言うてもしゃあないんで、そうやってね、どういう見解で73になってるんですかみたいな感じで電話で聞いたら、避けないとダメですよねみたいな。こちらは悪いんですよとか言いながらな。こちらは悪いんですけど、そちらさんの、乗ってた方は、まず避ける義務がありますよねっていう説明されてる。避けるか止まるか。で、避けれてないですよね、止まれてないですよねっていう話をされた。スピードでも出してたんですかねって言われたの、最初。で、もう僕さっき言ったんですよ。ドライブレコーダーないから、もう水かけろみたいな話になるのもめんどくさい話やし、来たんやけど、正直横から当たってるじゃないですかって、ヘッドライトが後ろなんで、ドアミラーのちょい前ぐらいなんで、100におったら多分、分かれると思うよね。いや、左前方やから見えるっちゃ見えるだろうっていう人もいれば、乗ってて前を見てる人だったら、横だったら見えないんじゃないみたいな。言う人もおるし、分かれると思うね。賛否両論あると思うね。まあ僕そのまま言ったんですよ。見えてないから止まれないんですよ。切れなかったんじゃないんですかって。じゃあそこで相手が、保険会社の担当者が言ってきたのが、前は見てもらわないと困りますよね。ああ、そう言ってきたのちょっとその辺がさすがにイラッとしてきて、喋り方が舐めてんなみたいな。いやいや、もう逆ですと。前を見てたから見えないんですよって僕言いたいんですよって意味わかりますっていう話して、話ちょっと戻して。はい、いやいや、前見てたら見えるでしょって言ってくるよね、また。いや、横な気がする、うん、カメレオンじゃないからって、人間って。カメレオンだったら180度見れるよって。はい、人間がせいぜい前見れる視野って限られてますよ、特に運転してる時って。うん、そのために前を見るんですよって。あなたが言ってる理論で行くなら、脇見運転してたら止まれるかもしれませんよねって言ってるのと一緒ですよ、みたいな話をしたね。まあ、上げ足取りやけどな、もうこの話もなるけど、はい、お互い言うよ、真横から出てきても止まれるような運転の仕方するんやったらずっと横見て運転してるのと一緒やでって、それ脇見運転やんって。じゃあ前からチャリ出てきたら引いてしまいますよ。前から子供が出てきたり、自転車が急に飛び出してきたりした時に、急ブレーキ踏んだり、急に回避したりする、動作をするための前提としての作業が前を見るって話じゃないですか。普通に車運転してて、路駐してる車の横を通りすがる瞬間に、ドア開けられて避けれるのか、避けれるんですかっていう話をしてるのと、あなた一緒ですよ。うん、真横から何かが飛び出てきた時は無理でしょって普通に言って。その辺からちょっとなんか、まあみたいな。で、僕がその時言ったのが、っていうか、うちのそのお客さんが前を見てたか見てないかはさておき、お宅の契約者、お宅のドライバーこそ、どこ見てバックしてるんですかって話ですよね、みたいな。状況をここに出すけど、見てる人がわからないと思うからわかりやすく。正直、後ろなんか見れる状況じゃないはずなんですよ。その現場を見れば。しかもトラックって、後ろがめちゃくちゃ長いトラックなんで、キャビンって言って前の運転席があって、運転席から、接触したところの場所までに3メートルか4メートルぐらいあるんちゃうかな。その要は荷台っていうの。はい、荷台がロングのやつなんで、かなり長いんですよね。うん、それを細い路地で、一通じゃねえみたいな道路やん。はっきり言って。交差できない道路で、はい、壁が両脇にあった状態で、あのバカでかい後ろの先っぽがかなり先にある車を、鼻先突き出してるわけやんか、いきなり。はい、ピーピーってバックで。お宅の契約者こそ後方確認してバックしてたんですかって話になりますよって。言ってること一緒ですよみたいな。こっちは前見てる自信あるけど、そっちは本当に後ろ見てた自信あるんですかって。見れてたっていう事実あるんですかって、この状況から。例えば、後ろに一人いて、オーライオーライって言ってる人がいましたとかってまだわかるやん。後ろに一人がいて誘導してたにもかかわらず接触したんだったら、あれどっちが悪いんかなって なってもおかしくないような話。だが、一人で、あの狭い路地でバックで鼻先、後ろの荷台のつま先を出すっていうのはすごい危険な行為じゃないんですかって言ったよ。はい、じゃあその辺から「いやーどうすかね」みたいな濁すんよねお茶を。でそもそもさっき部長が言ったように「現場を確認したんですか?」って「次の日やけど」って「えらい早いけど」って「Google マップで見ました」ってお客さんが聞いた情報で Google マップで場所を見たって。Google マップ、じゃあ今のところそのなんだろう Google マップを見ました。何人ぐらいで話し合って73っていう結論に至ってるんですかってどれぐらいの時間かけて話し合ってその結果が出てるんですかって聞いたんですよ、はい、だから聞いたらこれがびっくりすんねんけどこれほんま嫌味でしかないと思うんだけどポロッと言いようだよ私の個人的な意見ですってこれちょっとひどいなと思って、じゃあその何々さんのその担当者今電話してきてる相手何々さんの個人的な見解で貸すって決まるんですかいやそういうわけじゃないんですけど一応その過失標準っていう要はこういう事故の場合こうなるこの交差点の場合こういうふうになるとか一時停止がこっちになる場合こうなるってあんねやんか当てはめるそのあ俺持ってるから出そうか持ってるんですか持ってるそりゃそうや過失の勉強するときはこういうの見てやるんだよ例が載ってるんですまあこんな感じこういう場合は73になりますよとか並行して走って車線変更して当たった場合はこうなりますよとかうん積む裁判例にのっとって交通事故における過失割合、はいあと評価損とかねいろいろその法律的にのっとっていろんなそのとりあえず載ってんの裁判ではこうなりましたみたいな感じだそれって本文で何度も言うけどケースバイケースやからでこれがだから基本のって言ってもいいと思うよ裁判例出てるからただ修正要素っていうのがあって修正要素っていうのは何かというとさっき言ったように特殊的な場所で一通路地で狭いところからトラック乗用車だった場合また変わるからねとか箱番とか、例えばあれが逆転で前から出た事故が多分多いと思うんやけど大体前で接触やんかでもあれは長いトラックで荷台の鼻先が出たところの接触事故しかも狭い道路視野もお互い狭い状態の空間とかね修正要素がいっぱいそこに入ってくるねそうするときにこれじゃどうしようもないよねっていうのでどうしても最後折衷案っていう形で取っていくんだけどうちのお客さんには過失がないと考えてるんで多分これでもないと思うよその73ってさすがにこの事故で、ひどいコメントにもあったけど多分82が、譲って最初の駆け引きするためにだから最初ちょっとふっかけるっていうか、言い方悪いけど最初ちょっと多めに言っといてで相手の言ってきたのと間取るみたいなようあるパターンやんかのそのふっかけても82やと思うよ今回の事故って73言うてきとうから何考えてんのと思ってほんまにとにかくそんな感じで決めてますみたいな、僕もその話の流れで相手の弱いところついていってたんだけど、その時に相手の保険会社のトラキョの担当者が言ってきたのが「社長とにかく保険会社入れてもらえませんか?」って「保険って入ってないんですか?」って言われて「で入ってますよ」って。ただ入ってるんだけど今のところ使う必要がないと思ってますなぜなら過失がないって考えてるから過失がある場合は保険会社さん入ってもらって過失分相当を保険会社さんに支払いしてもらって保険料が上がるっていうのは理解できるんだけど今回に限っては事故の状況とお客さんの事故直後のリアクションと相手のトラックの運転手の事故直後の話を聞いた上で総合的に判断してあなたの言葉を借りて言うなら個人的に過失がないと思ってますっていう話をした。そしたらなんか5分ぐらい黙り込んでみたいなとにかく保険会社って入れてもらえないですかってまた同じこと言ってきてなんで保険会社入れる必要あるんですかって僕ゼロ主張ですよ今って言ってるんですよゼロ主張だったとしても保険会社に入れてほしいですとにかく保険会社と過失の話し合いをしたいですって言ってきたの最後社長ではなくてそうそれってなんか法的根拠とかその入れないとあかん規則ってありましたっけって事故した時に必ず保険会社を入れなさいって、事故した時に絶対しなくちゃいけないのは警察を呼ぶで相手が怪我した場合は救急車を呼ぶ相手の命を救うための行動をするとかやんかそこに対して絶対に保険会社入れなあかんってありましたっけみたいなその過失取りたいから保険会社入れてくれって言ってんのかなっていう保険会社入れたうちの保険会社さんに立ってもらうイコール過失を取れるってわけじゃないから、入れてもいいんかなとは思ってたねその辺からねなんでかって時間がもったいないもう30分以上喋ってたんでそのタイミングで時計見た時にもうこれ押し温度になるしこの人とは話にならんなと思って話が早い人だったらこの電話でフィニッシュさせようと思ってたけどちょっと無理だなと思ってじゃあその理由だけ教えてくださいよと保険会社入れるけど、その保険会社さんに入れないと交渉できないって、なんかその会社の規則でもあるんですか？で、仮に僕が無保険やったらどうなるんですかじゃあって話で、そこで出た言葉もまた衝撃で、個人の方と過失の話をしたことがありませんって。とにかくしたことがない、例がないって言い張ったの。法定4社とかだと普通にあり得る話なんですか？何を？その過失の話を本人さんにするっていう。あると思うけど、その、いや、あると思うっていうか、あるよ、全然。うん、あるんだけど、なんだろう。対応っていうのはまちまちだから、一概に僕がこの動画で、大手4社の保険会社だったら、こうすると思うっていうのは言いにくいんだけど、一つだけ言えるとしたら何が違うかって。この事故の場合、ちゃんと相手が被害者って認識して電話すると思う。あこっちが加害者で、そちらが被害者ですっていう、明らかに事故の状況、今回の事故に限っては、当社に過失が多いとは考えておりますが、どうしても道路の、そのいわゆるこれ、はい、にあるんで、多少やっぱ動いてるもん同士、過失が出るっていうのが、まず会社としての見解なんです。すいません、そこはご理解いただいた上でお話進めていきたいんですが、いかがでしょうかじゃないけど、とにかく相手を逆らえないように、なぜなら不利だから、分かったる話やんか、こっちが不利なのは、相手が有利なのは。はい、っていうのを分かって話すると思う。努力すると思う。それは、やっぱりさっき言ったスケールメリットの話で、案件の数が違いすぎるから、ここと、その、トラ京都。ここはもう、さっき部長が言ったんが正解やと思うよ。払いたくない、蓋をするような、払う気はないからな、みたいな、その何かの言葉の裏にそれが透けて見えるような対応は、今回はあったと思う。で、その言葉尻捉えて、ああだこうだ言い合うんだけど、結局個人戦になった時にどうしても弱いわけやん。なんでかって俺ほぼプロやからね。保険会社の人間でもないし、弁護士でもないけど、だからもう話してる内容とかがある程度ゴールが見えるっていうか、この事故の場合こうやろうなみたいな。だからめんどくさいこと言う気ないんですよ。シンプルに最初頭に描いてたのは 10-0 でいいんじゃないって思ってたの、うん、これ弁護士入れたら 10-0 になるからね。ただ 10-0 はさっき言ったように弁護士入れたりしたら時間かかるし、お互い労力の無駄にエネルギー使うだけだから、じゃあそれも今この電話ではできません。うちは一応73です。で、73でしっかり受け取っていいのねってもう一回確認したの、はい、そのおたくの今の状況73でいいのねって聞いたら、これもびっくりするんだよ。最後に言い過ぎましたって82ですって、その電話で過失一歩譲ってきたからね。え、何々って今最初に電話で73から始まって、今この僕が保険入れますっていう話に、はい、もうな、まあ、じゃあもう保険入れますよって話してたよ、はい、保険入れるけど伝えなあかんからって一回喋ったことは、この内容は、はい、代理店の方に今の僕とあなたの会話を録音とかしてないから僕の記憶で喋るんだけど、73でいいのねって今の見解はって、この事故の状況と Google マップ見てあなた一人で決めた過失は73、何々さんが決めた過失は73でいいのね、うん、それそのまま伝えるからねって言ったら、最後に言ってきたのが、うん、言い過ぎましたって82ですって。いやもうそれ何がいみたいなあんまり詳しくない人がしてたらもう73で流されてた可能性があるよ、ね、73で流されることはあるかもしれへんし、むしろ逆られるだけで意味がないと思うし、うん、一番大事なのは「え、何?」って、じゃあもう普通にふっかけてんねやみたいな。今ギリギリで電話で「すいません言い過ぎました、ごめんなさいやっぱり82です」って言って出たら「91です」90ですってなるんじゃないの本人に聞いて。まあ90っていうのはその過失片場合って言って、相手の車に車両権がかかってた場合は車両権で降りるじゃん。1回の事故で3等級ダウンで、それが過失が91であろうが、まあ正味73であろうが、もう車両保険で車は治るわけやん。だから1回使うも確定やん。だから相手側がもう車両保険は自分の車は自分で賄いますと。で、こっちが悪いから、もうこっちの修理費はいりませんと。車両保険で降りるから。だからこっちの車両の修理費はあなたに請求しませんって、請求の放棄しますっていうと、過失が自動的に90になるよ。これ覚えといてほしいんだけど、80とか70とかもあるからね。相手が放棄すれば0になるんよ。大前提はこっちに過失がない、少ない場合ね。まあ一般的には73ぐらいがギリギリだけど、いわゆる9090というのがよく一人歩きして世の中に、まあ正味80とか、うちの案件では70とかもあったかな、一回。だいたいうちの車ってお客さんってフェラーリとかベンツとか高い車が多いから、高い車が安い車とぶつかった時に生じることが多いかな、その事故の状況によるけどね。もう相手が放棄する。もう修理だよ。なんでかってもう非じゃないぐらいの修理費やから、うん、あれこれ以上揉めてもこっち損やな、不利やな、終わらしたいなって言って契約者の方に電話して、お宅の修理費15万で相手が800万ぐらい来てますと、修理費で過失を1取ったところで8000円です、あなたの過失の1ので、相手のは9割払わなあかんから大して変わりませんと、710万ぐらい払わなあかんと。だからこの8000円を守るために揉めてると今だったら放棄してもらって、過失譲ってもらっていいね。もうここは一緒やから750万確定してるから、9は9やからこっち。でしょっていう場合があったりするかな。うん、ちなみに今回、あれ、うちのレンタカーじゃないですか。うん、そういうちょっとミニマムな感じだったら、レンタカーとかの保証は大丈夫そう？ああ、もうだからそこは分かんない。で、今まあそういうことです。こういう話があって、でも正直びっくりして、まあこれ注意喚起っていうか、気をつけようもないと思うけど、まあ覚悟した方がいいと思うんですよ。トラ教っていういわゆる教材が出てきた時は、ある程度ちょっと袖を正して気分悪くすることもあると思うんですが、まあそこは、まあこの動画を見てれば、ああ、広報細田が言ってたこれかってなると思うんですよ。で、そこは冷静に相手のなんかこう、魚出るような言葉に合わせず、乗らず、言ってることは間違ってるっていう確信を持って相手がね、言ってることはおかしいっていう確信を持ってして、しっかり冷静に対応する。もしくは、喋るのも気分害するだけだったら、過失がこっちにないって考えてても、保険会社を入れてもいいかもわからん。無駄を省くっていう意味では。時間の無駄やんか、結局、そこに囚われても。日中仕事しながらその相手の保険会社、トラキョウと電話してさ、無駄な会話、個人的な意見とか言われてるからね。超絶無駄やんか、時間の。だからそういう意味では、まあ、入れた方がいいのかな。で、今もう入れてます。保険会社さん、代理店に電話して、こっちは当然大手4社なんだけどね。大手4社のうちの1社。にお願いして、今もう 10-0 主張で言ってます。で、担当者に聞いたら、どんな感じで言ってたら、いや、もう社長が 10-0 って言ってるから、10-0 で押し切りますって。こっちの、僕をカバーしてくれてる保険会社の担当者は、もう強気できますって。はい、で、心強いやんか。あ、もうそうしてください。はい、で、あと修理費の協定も、もうこっちで任せてくださいって言ってくれましたわ。うん。今回もうこんな対応されてるから、要はこっちの保険会社さんが、協定はこっちでやりますと。押し切りますって。要は細田さんが持ってきた見積もりと写真を見て、こっちのプロのアジャスターがちゃんと見て、で、それを持ってして、1円も引きませんと。こっち大手4社やで。もう名前言っていいかなこの場合。あ、言わん方がいいか。どこでどうなるかわからんのか。東京海上、三井住友、あいおいか、損保ジャパンのどれかです。大手4社のうちの1社が、の担当者の人が今、僕の意思を持ってして、代理で交渉してくれてる。示談交渉してくれてる。過失交渉してくれてる。修理費の、要は、協定。協定っていうのは修理費を決める。もう絶対値切ってくるやん、もうこんなとこ。個人的に73とか言ってくるんやから。こっちが修理費、例えば80万ですって、いや、こっちは40万ですねとか言ってくるから、もうそこはもう80万って確定したらじゃない。僕が80万出したら、その大手4社の保険会社のプロのアジャスターの人に見てもらって、多少の修正は入るかもわからへんけど、それを持ってして、1円も値引きません。この金額で 10-0 ですって。もう押し切りますって言ってくれてるんで、安心よね。心強いよね。っていう感じですね。ただ、とはいえどうなるかわからへんから、この進捗はまた動画にしようかなと思います。はい。うん。2週間以内には終わらせたいかなと思ってるからね。まあだから今回の事案、案件、どうなるかすごい多分楽しみにする人、っていうか保険会社の人見てるから、保険会社の人も多分興味あるんちゃうかなって思う。これどうなんのみたいな。はい、僕は過剰な主張とか、偏った意見は言うつもりは一切ありません。今の話聞いて偏ってると思う人多少いるかもわかんないけど、譲るとこは譲りますからね、僕。ダメなものはダメ。ただ、間違ってることは間違ってるって言わないとダメだと思うよ。世の中。終わりでしょ。だから表にのっとって、まあ、いわゆるこれにのっとって話するのもわかるんだけど、そのさっき言ったように修正要素っていうのはきっちり入れてもらわなあかんし、はい、部長が言ったように、お怪我ありませんかとか、レンタカーご迷惑おかけしてすいませんでしたっていう言葉はやっぱ欲しかったなと思うんですよ。当然こっち悪くないんで。っていうところで、まあ、相手のミスがもうしょっぱなから続いてるってことで、今回どうなるか楽しみにしてください。というわけで、いってらっしゃい。いってらっしゃい。